いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所、探索です。今回はデアゴスティーニさんが試験販売をしているスヌーピーの刺繍で楽しむスヌーピー&フレンズを紹介します。それでは早速作っていきたいと思います。頑張っていきまーす。しょい。はい、こんな感じで出来上がりです。じゃーん。じゃあこれ乾かします。はい、ということでイニシャルハンカチができました。完成。蝶々を眺めてるほんわかしたスヌーピーが完成しました。できました。じゃーん。はい、スヌーピーとウッドストックとお花が完成しました。ウッドストックを抱いたスヌーピー完成でーす。
5号の分完成です。黄色いお花に囲まれたスヌーピー完成しました。はい、蝶々が完成しました。蝶々とお花が縫えました。お花とウッドストックが完成しました。完成しました。ウッドストックとお花のラインが縫えました。気球とこの
ウッドストック完成しました。でこれまでの刺繍で楽しむスヌーピー&フレンズの動画は概要欄に貼っておきますのでよろしくお願いします。それではまた次の刺繍で楽しむスヌーピー&フレンズの動画でお会いしましょう。サリーでした。またねー。探索の動画を見ていただきありがとうございました。レアゴスティーニのスヌーピー&フレンズは作って集める犬小屋と刺繍で楽しむタペストリー&小物を作っています。再生リストを概要欄に貼っていますので、ぜひどちらもチェックしてみてください。それからしょっちゅう模型作りの生配信もしていますので、よかったら遊びに来てください。そして励みになるので、チャンネル登録、いいね評価よろしくお願いします。最後まで見てくれて、だんだん